違う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 よう違う違うのおかえりなさい通じてはい世代だよな世代と青い坂を書いてた青い坂も読んでたけど田中元一さんが書いてた次の作品がビーブルースっていうサッカー漫画なんだけどあれも40巻ぐらいいってるからサッカー世代サッカー漫画としてはあれかな世代は青い坂かな俺の世代はねもちろんちっちゃい時はメジャーなんだけど あの、学生になると黒子のバスケがすごくて。黒子、うん、とハイキューがもう、ハイキューは多分中1とかなんですよ、始まったの。でも俺、中学、高校なったら漫画読まんくなってたな、あ,<ー>あんまり。だから、その、僕も喫水のジャンプ派なんで、うん、もう少年ジャンプ大好きで。うん、あの、ナルトワンピースブリッジもついていけんくなったから。だから、あのー、もちろんね、ハイキューって、一時期覇権を取った漫画なんですよ。うんうん、あの、 3トップがいるんですよ、絶対。マンジャンプにはね。一番すごかったのは、もちろん、ワンピース・ブリーチナルト時代ですあれ、もう無敵。看板3つが強すぎて。で、他の周りがね、当時、スケッ人ダンスとか。スケッドダンスやんば。暗殺教室とか。名前は、ちゃんと読んでない。で、ブリーチナルトが落ちて、落ちてというか、終わって。 で次来たのがヒロアカとかドクターストーンとかハイキューとか暗殺競争も,もちろんその中に入りますよっていう,んうん、うん、今がねでその後鬼滅呪術あ鬼滅呪術今はね呪術今は、えー、ワンピース呪術僕目線ですよあと1個がこれもヒロアカでいいんじゃないかと思ってるんですけど、うん、ヒーローアカデミア僕のヒロアカデミアでいいんじゃないかと思ってるんだけど、うん、やっぱあのランキングがいつもちょっと低いんですよヒーロアカ今そうなんだ ランキング高さで、ランキングなんですよ、ジャンプって。あの、経済順って、2、3週間前の、その、ハガキがね、一人一回遅れるんだよ、ハガキをね。で、好きな漫画教えてくださいみたいな。あれのランキング主、主理なんですよ、ジャンプって。笑い劇場みたいなそうそう。もう、あれがずっと下にいると、もう、打ち切り。大体打ち切り。よっぽど長年続いてたら、やらせるパターンありますけど、もう基本、打ち切りになるんですよ。で、ヒロハカもそんなに高くなくて、高いのはも坂本デイズですね。 知らんかちゃんと知らん。坂本デイズが今もうずっと上。面白いよね。面白いんだ。やっぱね、よく中地がね、あれあれさ、自分が好きなもの以外はけなすさ、あれ。で、あの、坂本デイズが面白くないとき。やっぱ、あのね、中地の言いたいことも分かんないけど、ジュースとかってルトじゃん。いわば、やってることルトじゃん。でも、それって。 俺らが見たナルトがあるからこそさ今の子達ってナルト知らんさも知らんなジューしか知らんさっていうもんだと思ってるんだよこの漫画なんてそんなこと言ったらナルトも多分あの世代何々じゃんって言われてた可能性ある可能性あるからねと俺は思うんですだから坂本絵図もねとかジューとかもねそういうもんですけど鬼滅もだってブリーチっぽいもんな鬼滅ねまだって僕作者が言ってるもんねブリーチ好きっていうブリーチそんなもんじゃないですかと思いますけどね そんな完璧にオリジナルなんてなかなかないっすよ好きな漫画教えてくださいね好きな漫画な、うん、最近で、ね、もう漫画読んでないな俺今はもう僕はもう「青足っていうサッカー漫画なんですよ、うん、もうめちゃくちゃ面白いもう、うん、まーちゃんさんでそれ読んでるから、うん、青足。サッカー漫画かなそれあんまりあのとてもいいんですよねやっぱあの時代は左サイドバックがゲームを作る時代なんで今ちょっとわかんないです今ゲーム作る人誰だと思って昔はトップ下とか言われてるさ 左、サイドバックが、サイドバックがゲーム作ってあります。ちょっとわかんないです。ちょっとわかんないです。合わせっていう漫画が面白いですね。サッカーの熱がどうしてもちょっとしんどいで最高ですよね。野球は何かな野球何野球でもほぼ。野球今ないんだ。ダイアナイスもあったかな。うん。野球漫画ってう。メジャーセカンドぐらいじゃないかも。メジャーセカンドやっぱでもドカベンじゃない本当やっぱり。知らぬ、知らぬとかじゃない読んでない、読んでない。あ、そう。本当に読んでない。 とかじ何なんですかみんな好きな漫画って何なんだろう何読んでたかな俺も最近ほんと読まないな漫画い今でもやっぱジャンプマッシュルはマッシュルジャンプマッシュルジャンプもう終わってるけどねあ,あもう終わってる珍しいタイプですよアニメ化してるのにもう終わってるタイプ、うん、あ珍し,い珍しい珍しい珍しいマッシュル面白いですね僕マッシュルは 漫画んなかアニメで見てます。アニメがすごい面白いです。ん、ハマんなくて、僕。面白かったっすけど。なんて言ううわ、語れるっていうほどは読んでなくて、ちゃんと。あまあ、語れるとかでも、まあまあ、僕も。あの、今ほら、ブリンブリンがすごい流行ってるからね。オープニングの。うん、クリピーね。うん、クリピーのあれめちゃくちゃやってる。あれめっちゃ入ってるでしょ。で、マッシュルも今、海外人気がすごくて。みたいね。ハリー・ポッターっぽいですもんね。ああ、まあね。設定ハリー・ポッターっすもんね、そうね。 えっと真剣に魔法しない、ハリー・ポッターですよね。パンチで倒すタイプ。パンチで倒すタイプね。マッシュル。マッシュル、面白い。まあ、朝食見てます。他でアニメ化してるやつアンデッド・アンラックとかね。僕は大好きですけど。僕もベタですけど、薬屋の人ごとちゃんとてました。面白いです。ね見てないな僕もマオマオのファンなんで。ちょっとわかんないですよね。そうっね。まああれはちょっと謎解きというか、が強いですかね。謎解き、ちょっと恋愛みたいな。はい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 。 面白いすあの辺から今見てるの、スパイファミリーか。ああ、スパイファミリーか。ジャンプか、一応。一応。ジャンプラです、あれ。あ、そうなんだ。ジャンプで掲載してないです、あれ。ジャンププラスなんだ。プラスで、ネットで掲載してる。ネットだけなんだ。だから、そう、あの、ジャンプラ作品で言えば、今後は、あの、ダンダダンとか、あ、今だったら、あの、姫様拷問の時間ですよが、僕の火曜日の癒しと呼んでる。 最高に面白いフラーメン。アニメ化してるよ。あ、どうだアニメアニメ見てない。ア見てない。ん漫画は毎週読んでます。アニメ見てます今から見ようとしてる。あ、面白いです。最近始まりまし魔王様のトリになりますよ。あ、そうなの最高ってよ魔王様、ありがとうっていう魔王様、最高だっけ ?5 分ぐらいです。5分とか10分ぐあ、わかんない。アニメわかんない。けど30分かつやる。あ、わかんない。なんか、元さんから聞く内容では30分も。内容は5分の内容でしょがちょうどいいはず。あの、本当にあの、 言い方ね、表現が当たってるかがいいけど。多分間違ってると思う。ガリ、ガリなんですよ。えガリと一緒。ガリあの、ダンダダンとか、その、ジャンプラでね、いろんな漫画があるんだけど、ちょ、ね、読んだ後に、ちょっと食べて、はぁはぁってやって帰る。あ、寿司、寿司で言うところのガリってことかなそうかもね。あそういうこと。はい。ああ、あの、寿司食べないんでしょわかんない。あ、ちょっとごめんなさい、ほんとに。すいません、本当に。こいつが悪いっす。いやいやいや。 お互いさんもぜひ、あの、面白い、ね。うん、ダンダダンっていうのも今からアニメ化するし、会場8号。聞いたことある。会場8号ももう、アニメ化。アニメ化しますんで。フェイトと、フェイトとかかな俺が見てたのは多分。いやー、ちょっと最近アニメってすごいっすね、ほ、うんとに。もうさ、全部押さえようと思ったら寝れないぜ。うん。マジで。大変よな。うん。でもわかんない。マッシュルはほんとにだから曲から入ったわ、逆に。 でも一応その見とっかんとなってのはありますよ一応マッシュルとかマッシュルはもう漫画で読んでるから全部読んだから一応内容わかるけど一応やっぱなんかその今流行ってるものできあげ見ないとなとは思いますけどね何が流やってんのってなるけどね何が流やってんのもう分からん分散しすぎてさ分からんのよで、結局、 じゃあ YouTube とかで流れてくるものが流行りなのかと言われたら違うじゃん。だってあれはもうアナグラム的に俺なんかが好きなものを傾向と対策をしてこう出してくれてる、まあ、もちろん数字は見た方がいいよ YouTube のあ<ー>1000万とか言ってんだったら流行りだよそれはも,もちろん逆に知らない人の方がよくあんまりねなんてそのは行りについていけないっていうブルーになってくるからそ、ね、<ー>1000万とか行くんだったらな。うん、ありますけど何が入ってるんですかね。なんでしょうまあでもまたあれが来るね。推しの頃に息が来るね。 あ、推しの子ね。で、アイドルのあのー、声優さんが、<あ>星野愛の声優さんがアイドルをカバーしたバージョンが今、アップされてましたよ、ね。あれめちゃくちゃまだ回ってるみたいですよ。なるほどね、うん。星野愛バージョンが出てますね。はいはいはい,、はい、はい。あれもうさ、これ、俺たちが心配することでもないんだろうけど、はい、2>, 2期、はい、2>, 2期になった場合、はい、あれ、オープニング何にするんだろう。アイドルうん。アイドル しのもうアイドルでもよくないって思っちゃってるんだけどダメか帰ると思うけどるかでも僕は漫画派なんで漫画で毎週読んでるんであるある最近のアニメのあるあるなんだけど一期のオープニングってそれで伏線回収してくるよ最近のアニメはアニメなり漫画は一期のオープニングで伏線回収してくるよ 音を使って進撃の巨人も歌詞歌詞歌詞ですああそういうことあそういうことってなるのが多いですへアイドルも今そうなってますアイドルじゃん推しの子もそうなるあっはあキングオージャーもそうなってるへえんか最近の流行りなんだろうなこれがなんかちょっとオープニングの歌詞歌詞が伏線となって後半に差し掛かった時が いわばアニメ化する漫画って、多分一期が終わる頃って、大体もう最終回手前とかのパターン多いんすよ。今の時代ね。その長くやるって漫画がなくなったんで。そうね。昔はね、結構長くやるのがいいってなったでしょ。とか。最近はもうバスッとね、終わらすのが美学みたいなとこあるから、推しの子も完全にもう終わりに向かってんだけど、うん。シゲュジンはもう終わったけども、やっぱ一期とかの、ああ、そう、そうかってなりますよ。キング・オブ・ジャーですらやってるもん。そうなんだ。 金剛茶でですすらゃななかかのコンンテツ特撮でそういうことしなさそうさ特撮ってうんまあ特に戦隊はねうんって中でやっぱやるっていうのを考えるとやっぱ今のトレンドなんかなと思うだこれがうん気にかけて見てくださいだから聞いてみてうんまあ流行ったやつとか特にうんうん面白いですね面白いついていかんとねなんかねいろいろ見ないといけないですけどねまあ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  あ、だからそのこの前あ金行者の話になりますけどそう、お前が話聞いてくれないさで聞いてくれないってなまあまあしょうがないんだけど分かってて話してるから俺もであの俺の今バイ先の一番仲いい人がいるさこの前スタジオ見学に来たあの人ねそういえばオタクだからこの人もそういえば何々さんってスーパー戦隊とかもいるんですかってよく考えたのね じゃあ見てますって、今週よくて泣いちゃったんですよつったら、とりあえずもう2人が握手を交わしてます、すでに。2人がとりあえずもう握手はもう秒でやってたんで、で一緒に帰ってたあの日、もう2人で49は見ながら、こここれこれとか話をしながら、もう求めてた会話ができたんですよ、ついに。で、バーって帰って、そういえば、何々さん単独来るんですかああ、行きたいっすよつって。 なんて名前なの今回、あの、オードブル第二回戦、全力なんですよ。あれれれれって言ってあいつオタクだから。うざオタクのあれれれまさかつって。そんな斜め上にあれれれれがうざいな。いや、キングオージャオープニングで喋ってください。うん。まあ、そうですね。あれれれれれってったうるさいな。そういうことです。うるさいな。こいつらうるこいつらうるせえ。わかる人にはね、わかって嬉しいですけどね。 もちろん全力でやるっていう意味も込めてますけど。全力しがちですから。全力やってますけども、全それにプラスって。あれででででうるさいな。リアクションうるさいな。だから、これもびっくりしたんだけど、これみんな通ってる、男はみんな通ってる道かなと思うんだけど、もちろんスーパー戦隊とか、仮面ライダーって見てたでしょ、一応。 一回ぐらいはね。俺、俺は見て一回、まあ、まあ、何やかんやみんな子供の時、い、い、何見てたって言われたらなんかポンって名前浮かぶじゃん。何見てたとりあえず、一番最高。一番最高はとりあえず。一番最高。僕、銀、銀釜なんですよ、僕。あ、戦隊戦隊は。戦隊にしましょう。オーレンジャー。あ、オーレンジャー。オーレンジャー界に生まれてるわけ、俺。でしょ多分、オーレンジャー、十連ジャーそうそうそう。 ガンガンギギンギンガマンの頃にはもうこちら幼稚園生ぐらい。幼稚園生俺もガンガンギギンギンガマンがもう。とか。小学校低学年だわ。ガンガンギギンギンガマン。小学校1年生はもうアバレンジャーです。アバレンジャーの頃なんて僕も離れてます。一回とか。あそうなんだ。小1アバレンジャー、小2デカレンジャー、小3マジレンジャー。マジレンジャーぐらいまで見てたから。マジレンは、デカレンは面白いという。でも小6でしょ。で、言われて。 また見た。で、ブレイドがあの時全然面白くなかった今見たら面白いんだけど。ってのを、なんかその、いやね、もちろんね、見ない人ももちろんいますよ。中地とか特に見なかったりするから。でも大体、なんか、男の。ウルトラマンはなんだった俺うん。コスモス。わやっぱ年の差感じダイナは古いよ、俺の中では。えティガだよ、こっちは。ティガもっと古いわ、お前。こっちったらティガじゃん。 コスモス、サイコね、サイココスモス、戦隊ディンガマン、仮面ライダーも竜気。クーガありとは覚えてないもん。見てたけど、年齢的に。クーガなんて、ゴリゴリに物心ついてから見てるから。もう、その前なんて、多分ん本当知らんと思うけど、B ファイターカウントだから。見てない、見てないもん。わからん見てない、見てない。ギャバンみたいなやつ。わかるかる。ギャバンみたいなやつ見てないですけど、あれが3人で、あれ見てました。 で、その、なんか大体男でさ、話するとさ、やっぱちょっとその、小一とかさ、幼稚園ぐらいまでちょっとやっぱ見てる時期があるもんですよ。大体の男はね。で、盛り上がる、この過去の見てたやつ盛り上がるじゃん。僕あの、まあもちろん僕大好きです、パーパンターも。もうほぼ全部見てるんですよ、生まれてからね。で、今、キングオージも見てますけど、最終回予告が出るわけじゃないですか。予告編とか見るのも好きなのよ。 あの、最終回予告まとめみたいのがあるわけあるね。毎年更新していくわけよ、これ。金剛じゃ入りましたと。で、改めて見てみようと思って。で、ほんとに震えたんだけど。すぐ震えて、おすぐ震えてないって、西野ノからかわないですぐ震えて泣くの。会いくて会くてほんに。うるさ。ほんに。震えたんだけど、動画の中の、だいたい僕の曲、僕の感覚ですよ。半分ぐらい、ぐらいから、うん。ギンガマンやろガイってつけたんですよ。 昔のは逆に見たことないから、ジェットマンは見たことありますけど、他のは見たことないんで、感情移入ができないわけですよ。まあ。見たいとすれば、もちろん見たことある戦隊の最終回を見よう、の予告を見ようということで、動画の真ん中にして始めたら、なんか、冒険者とか、豪快者とか言ってるわけよ。真ん中で。んどうしっってお前。ってって俺の感覚、スーパー戦隊歴史がある。俺の歴史もある。 もう半分ぐらいだと思ってるわけよ。まだ見てるんだって。うん、4分の3だったもん。うん、震えたもん。あの時マジで震えて。うん、びっくりしたもん。すぐ震えるな、お前。もう,もう。あっ、体調,あ体調悪いです <laughs> <laughs> あっ、年取ってるってなって。よく考えてみるお前さ、お前さ、その、俺たちのいる環境が、その FEC とかにいるから、若手と呼ばれて若いように見えるけど、うん、27歳成人男性って、うん 歴史とした大人やねだから、もう、今までの、だから、その、法則上、年を取れば取るほど、見てきた作業は増いていくわけですよ。差は広がらないんですよ。逆に迫っていくんですよ。そうですよ。4分の1ぐらい終わったら、もう、なんか10連ゃとか終わってるわけよ。俺の中でも半分ぐらいまで10連鎖だったから。半分終わったら、もうなんか、なんかもうメガレンジャー、タイムレジャーやり始めてるわけよ。 えーってなって。嘘ってなって。ほんとほんと。年うん。年感じますね。麦街道さん。はい。ありがとうございます。そうだ、今日コメント誰が来てるとか言ってないあ、失礼しました。ええー、ありがとうございます。埼玉の5さん来てくれて、味覚ゼロさん。はい。ガ雅さん。ぐらいだ。ありがとうはい。思ったよりスク、なかった。メール来てるかなメールどこな キャンさん助けてキャンさんメールあるかなキャンさんお母の読み方すんのお前キャンさんをお母の読み方すんのメール開いてやば苦しいっすよどっから行きますよこれこっち上タブレットないときはありがとうございますああ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 あこっちね ますメール、ああ、来てるでしょ。ありがとうございます。お母さんの指でしょ、トイレットペーパーないときにトイレでお母さ呼ぶみたいな。またしあんた、メール開いて。またしドラえもんの言い方。はい、ええメール。はい、たい、響先生、AIB。お久しぶりだね。そうでもないだろ。メールがってことなのかな この放送中はショート時間過ぎてるので寝てると思われる。なので明日アーカイブで楽しみます。日曜日のお笑い一者の写真や動画をわらともの八王さん、なおちゃんから届きすごく面白かったよ。あれだめだね。何が今ね、響さんはちょっといろんなことやって、ちょっと今入院されてるんですけど、あね。あわかる。わかる。何がお前が言いたいことがあった。写真を撮ってくれと響さんのスマホにね。 写真出して写真を出して、持ってって言われて、なんか死んだんかなと思ってた。家みたいだ。大丈夫これ死んでんっつって遠隔スリーショットありがとうね。家みたいになってるって言ってたって聞いたけど、勝手に天使全うさせない。いや、死んでんだ。頼むよ。違う違う。あれ死んだんだっていうか、俺たちが悪いっていうか、お前の友達が悪い。あれ、戻せ方しに、あれだよな。家の戻し方しよったよな。死んでるらしいと思って。なあ。 最低だろ、俺なんか。<laughs> まだ生き、ま、てるって聞いたけどな、あ本当に、えー。私は順調に過ごしてはいるよ。<laughs> ああよかったです、ねえー。来週の火曜日が手術。少しナーさスになってるけど、どね、自分で決めたことなので頑張ります。はい、引き続き応援してね。そこで、えー、ケンゴーもとキャンちゃんのおすすめの曲を教えてください。<ー>えー、最後に、ナオちゃんが病室におき味合いを置いていったので添付します。<お>えー、PS、主治医が、えー、私を、 カッコ、ベニーモタルトちゃんと呼ぶので、うん、そのあだ名が病棟の看護師さんなどに広まって、響きし、広まっているえ響き先生でした。本当にまたやーって言って、ありがとうございます。ですか、写真何これ写真。なんか。リョートのキス顔あ、俺のもゲットしたんだ。だすごいな。レアですねレア。レアかレアですね。<laughs> リョートレアですよ。リョートの,ートのもなかもなか好きよね。<laughs> いや、なんかリョートはその、なんだろうな、こう、ちゃんとお笑いしに行った感があるんですけど。 元さんはんかこれ間違ってシャッター押したみたいないいですよはごいいですよレアレアですよレアレアかい誰も興味な曲ですか曲ええ教えちょっかな元気が出る曲元気が出る曲僕お前いくつやねんてると思うんですけど最近あの、サザン聴いてますよずっとうわめっちゃ楽しいでも元気ね知ってる曲があるっていうか うちの母ちゃんが好きで、昔車でずっと流してたのよ。だから、あの、染み込んでて、これ。はいはい。だから聞いたら、ちょっと夏って思う。一応、ありますよ。僕の中でも、そのネタ前っていうプレイリストが。うざいね。ネタする前に聞く曲がありますよ。六曲うぜうぜ。何がいいっすか、一曲選んでください。えぇー。それかけて終わる無理か、ごめんごめん。今日。無理無理、大変だね。厳しいね。ダンスかな あダンスね。いや、ま、っていうか、俺が教えた試行錯誤しては。<laughs> ダンス。えー、パーティーユニバーサルフェスティバルで。ああ、しんどい。ダバンブのしんどいし。テンションバチ上がるん。しんどい。その前に、あのー、ね、手地の肩を。い <laughs> 一回落とす必要ないやけ。<laughs> なんで、な,な,なんで一落とすベンダールをブクッとした後に、PKRTY ってあげた方がいいですよ。<laughs> 溶けてる、あれ。お前、あれやる、あ,あやるたんびに、お前、脳の細胞、半分なくなったの気づいてるちゃんと。 シャブと一緒だと思って。シャブと一緒だよ。一 <laughs> 回曲で自分のメンタルとして、うん、きしょいももやってることが、そして。パーティーでぶち上げて、きしょいきしょいキショ、キ <laughs> ん,んだよな、ずっと。<laughs> 言ってることとやってることがきしょいわ。キショイは。えー、おさえです。えー、松木さん、もとし、松 <laughs> 木さん、もとしりんご、スタッフさんに、なんだ、てめえ <laughs> おいてめえなんだ、お前 <laughs> こんばん、みゃーん え元しりンゴになったんえ、何だお前 <laughs> 芸名元しりンゴになったんなんだこいつ <laughs> なんだこい <laughs> このまますぐにどっか行きやがった、えー。だからな、毎度おかしなテンションの々田を。なんだこいつ先週の日曜日に行われた FEC お笑い劇場、オチューンこいつすぐ逃げていっちゃった。ネタと企画、どちらも面白かった。終わった後、松木さん写真撮っていただきありがとう。おえれー何撮った撮った撮った。俺はお前なんか違うやつだよ。 俺、横に両手を置てるか両手。声かけようと思ったら、あの、作家さんに隠れてるから、作家さんじゃないっすお父さんっつお父さん。失礼いたします目が合わなかったけど、え、人見知りしてた私は目合わせると々キするから、合わせられなかった。元シリンゴ見なかったなぁ。お前声かけろえ、最後に先週のメールでメガネの色変えたと言いましたが、マツケンさん、メガネの色気づきましたかうわ、そっか、そこまで見てんかったなんで、青なって、青っぽくなってた気がするんだけどな、俺。 正解は来週です。正解は来週です。外したはずですよ。これ。い、青で、青で、今どっちだ。青で。青で、来週、来週ね。来週。青で、青。べ、べ、ベッド、ベッド、い、ベッド、いくらええ?。ベッド、ベッド。どんぐらい、別類は。ええ?。はい。今で、今で、早く。ああ。五百ペソ。五百ペソ。青に五百ペソ。数字ボケむずいわ。五百ペソです。はい。来週、じゃ、あ、答えさせて。 え、もう、早々終わりですけども。えっと、4月6日ですね。はい。え、第2回オート部単独ライブ、全力というライブを行います。はい。え、まあチュッともありがたいことに徐々に売れてますので、はい。え、傾向で言うと3月中旬には売り切れるかなって感じですね。ね。あの傾向に言ってくれたら。はい。思いますので、おやめに。お願います。え、いろいろと、いろいろと仕込んでますので、はい。よろしくお願いします。お願いします。うふじこいよ 運ージ多分来るよだから言わなくても来てゲームしよ後で、えー、はいお願いしますフザ <laughs> 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 はいっことで来るのって来るのねあそ、はい、じゃあまた来週ですねはいじゃあまた来週お会いしましょう、はい、バイバーイよっしゃ <laughs> もう、あしたのコンビラーション。あした、週末。ああ、また、朝や<あ>か,からか。でも、金ピラノってるけど、今日、コインが入らないから、ア<あ>ップルをドせると、めっちゃななああ。なるほど、ね。なるほど。ちょっと、お、うんまあ、今配信つながってるもん。はいはい、つながってますよ。全然もう、配信上でやる話じゃないんです おうだからキャンさんとも撮影スケジュールを合わせたいなと思ってたんですよ。あ全然今じゃない。LINE がいいですか、もう、キャンさん。タバコ吸いながらパッってやります。<ん>あの、撮影スケジュール。さっき、撮影スケジュールするパッってタバコ吸いながらやります。うんー、どっちでもいいよ。多分今、配信に乗っちゃってるんで。載っちもいいよ。うん、いやでも、人,にち,ゃ人にちゃうよ。一人ちゃうよ。じ人来るか。ほんとに来るやつけるから。<laughs> あと、何撮るかも何も決まってんから。うん、そこからなんです。うん、あ、どんなは？ あれの写真。ああ、かれあわかるんだけど、ロケーション確認してから。だから、それも間と意見し、俺なんかどんな姿で撮るかもてないし。そう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 。まず、撮影コンセプトが。そうそうそう。そこから決めないと多分、場所に合わせて。ってもクソもないし。場所一番最後。撮影のスタイル、どんなのとに。カッコつてたい。カッつ勘違いかっこつけ。モトさんはそれでいい。といや、お前もだよ。 もこっちいや、そうだな。いや、え、でも差しで取るってこといや、違う。だってさ、俺がそれやったとてさ、面白くないんだよな、シンプルに。中途半端なんるお前何取るそれ言ったらネタバレなら。じゃあ、お前何取るじゃん。それ言ったらネタバレなるじゃん。じゃあ、止めれ、ついていい。

まままあちょ考えすグッズです。単独グッズ販売します。グッズ作るんで、それの在庫抱えないように頑張ります。そうですね。みんな買ってね。この発注やら何やらも確認しないといけない。だからもう来月入ったら頑張っていかないといけないんで。ブルーミーさん、4月6日に前日、富士市と飲みに行く約束してるらしい。ああいつ。でも前日だから前日か。あいつを。いいやし。 俺らのライブを断るなんてよ断ったんないですよまだめちゃくちそんな大事な用があるんか <laughs> あるよ全然前回はそれで断られてます <laughs> あるでしたからもうこのもう本当に、うん、どんな歴史を考えても、うん、本当にありえない話なんだけど、うん、どうしてもオードブルさんのライブを、うん、<laughs> 断らないといけない理由があるんです <laughs> こんなあるよ生きていやそんなこといっぱいななんて書いてたかななんかもう ここんなとありえないんですけどみたいなありえてるかな？結構な頻度で起こるだろそれぐらいもう100年に1回あるかないかなあるよオートブのライブより大事な用がありましてそんなあるよ余裕であるかんなもんって返したけどやばこいつ俺やばいファン見たことあるけどやばい芸人側あんま見たことないんだけどじゃあ俺も大事な用があるんでうんボイコットされます 元大事なようがあるんで、うん、あるみたいですまあまあそんな感じですかねだからちょっと単独に向けて我々はまたちょっと準備なりいろいろしてますので、えー、遊びに来ていただける方いれば声をかけていただければチケットの方も持ってますのでよろしくお願いします、えー、SNS とかでも、ね、あの予約もできますので、えー、お声がけくださいっていう感じですかねはい、はい、じゃちょっとわせしましょうか我々はねはいということでじゃあ今日終わりますさよなら